皆さんこんにちは、ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスです。今回はボンドボディでカスタマイズした車両を紹介したいと思います。はい、紹介してくれるのはカスタマイズ担当した高橋さんです。高橋です、よろしくお願いします。お願いします。今回、はい、紹介するのは、はい、製作シリーズでちょっと過程もお伝えした、そうですね、はい、こちらの車になります。いかつい。いかついですね。いかつすぎませんか。はい、まあ、形状的にやっぱりいかつい、ボディキットになってるんで、はい、アーバンのフルキットを組んで、はいはい、まあ、コンプリートカーということで、はいはい、で今回ちょっとこれ経緯からご紹介させていただくと、はい、以前からお付き合いさせていただいている高崎にあるウィングさんからお客様の方でワイドボディ組みたいっていうご相談から、始まって、実際私もオーナー様にお会いして、あ、そうなんですか。はい、打ち合わせさせて商談させていただいて、はい、注文いただきました。なるほど。はい、で今回こちらの車がもう度がつく新車なんですよね。度がつく新車です。まだそうですね、オーナー様は一度も乗られてないです。ド新車をもうフルフルでカスタマイズ、フルフルで、はい、はい、ちょっとそんな車をご紹介させていただきたいと思います。はい、で今回このアーバンのフレアなんですけど、白で作ったの多分ボンドでも初めてですよね。初めてですね。はい、でまあこんなにいかつくなるのかっていうか、はい、いかついんですけれども、パーツ構成的にちょっとじゃあ順番に見てみたいと思います。はい、でまず一番目を引くのはこのバンパー、バンパーですね。はい、がもうフルで交換されてるみたいな。フルバンパーです。はい、でこれ当然全部ドライなんですよね。全部ドライカーボンで、はい、まあ、ボディ同士で消すところと出すところと、はい、なるほど。はい、で出してあるのがこのここの部分だったり、あと下の部分だったり、そうですね、はい、要所要所でこのカーボンの字を出してある。はい、で他の部分はボディ同色で、ボディ同色で、はい、仕上げてる感じ。仕上げてます。これフィッティングとかって、フィッティングもいいです。すごくいいですけど、いいす、ね、はいはい、今回担当した、トモヤはに頑張ってもらって、はい、まあ、いつもですけど、もうフィッティングはもう左右見てもヘッドライトカバーもそうですけどバッチリです。なるほど。はい、でこのヘッドライトカバーがロシアのチューナー、はい、トップカーですね。はい、ちょっと目つきがこう目つきが鋭くなって、はい、ちょっと攻撃的なデザインですよね。こんなのを組み合わせてある、はい、で色味もこれどうなんですか、白を合わせるの大変ですか。そうですね、ホワイトパールの方はやはりこの角度がどうしてもこうついちゃうんで、はい、ちょうどいいところに合わせるのはまあ難しいですけど、はい、なるほど。ちょっと光の当たり方でだいぶこの色って そうなんですよ、うん、色味違いますよね。はい、白く見えたり黄色く見えたり。そうです、そうです、はい、でちょっと絶妙なところにちゃんと合わせてある。絶妙なところで、はい、それはもう自然に数々こうエアロの取り付け、そうですね、でも修理をやってきた、はい、修理でもダイヤモンドホワイトの方は多いんで、はい、なるほど、任せてくれという感じで、はい、あともう細かいこだわりとしてはそのラインですね。このアーバンのこの、まあ、全てのエアロラインがあるんですけど、こういう鋭いラインですとか緩やかなライン、こう鋭いライン、こういうところをこう緩いところは緩く、鋭いところはもうより鋭くこう出してあげるとこうパリッと仕上がります。そういうことなんですね。よくこう見てパッと見てこのラインがよれてたりとか、ちょっとやっぱりみっともないところもあるんで、そういうところはまあこだわってビシッと出すところと緩やかなラインと、こういうラインもそうですけど、あ、これじゃあ修正してこうなってるんですね。まあ、元からこういう形のこうより鋭いところと緩やかなところをこう強弱つけて研いで仕上げてあげると、本当にこうパッと見で違いますね。はい、パリッと仕上がります。僕らなんかだとなんかこの合わせ面が合ってるかどうかとかっていうのをよく見たりするんですけど、はいはい、もうそれ以外にもこのプレスライン、プレスライン、はい、こだわって仕上げてあるんですね。そうですね、横のラインもこういうところも、はい、あ、なるほど、こういうところもこう自然にこう消えていくラインとかも、もうより自然に消えていくように、はい、全部微調整して、微調整して、はい、仕上げてあります。だからもうこのパッと見でこうフィッティングがいい。そうですね、よりフィッティングもよく見えるし、はい、確かにちょっと具体例は出せないですけど、はい、こうパッと見でちょっと取っ手つけた感が、あ、そうですね、はいはいはい、あるものも世の中的にはあるじゃないですか。まあ、はい、でやっぱりそういう細かいところの積み重ねが後々効いてくるんですね。はい、そうですね、よりこだわって仕上げてあげると、はい、もう自然に取っ手つけた感はなしなしというか、まあ、自然に見えます、ね、はい、もう純正オプションのかのような仕上がり。そうです、そうです、はい、はい、であとはこだわりのポイントとしてはここ、あ、そうですね、いつもあまりこう触れてないんですけどナンバーベース、
はい、もう当たり前の作業すぎて、はい、高橋さん的にはそうですね、ちょっといつもスルーしちゃうんですけど日常になってますけど、はい、これ冷静に考えたらなかなかすごいことやってますね。そうですね、前回スッチが説明してくれたけど、このエアロに合わせて削って持って、はい、もう高さもこう微妙な高さにして、はい、でこう加工感をあんまり出さない、加工感出さずに自然ですよね。あれ、これアーバンのエアロついたらこのナンバー枠ついてくるんですか、ついてくるんですかみたいな、はい、ついてくるパ、メーカーないですよね。まあ日本のやつなんで、まあ、基本的についてきてもヨーロッパのやつです、ね、あ、そうですね、はい、はい、だでもそう思わせたら勝ちですよね。そう思わせたら勝ちですね、はい、そのぐらい自然に、まあ、今回自然に、はい、装着されてるみたいです、はい、であとはこれグリルとかも塗ってあるんですか。グリルも塗ってます、インナーも素地取って、これインナーも塗ってあるんですか。インナーも塗って丸塗りしてあります。縦だけじゃなくて、はい、中も塗ってある、はい、このザラザラ感をちょっとやっぱフロントは特に出したくないんで、はい、じゃあ同じこう黒でもちょっと高級感と、そうですね、出てくると、はい、はい、確かに素地のザラザラだとちょっといい意味で安っぽいというか、そうですね、はい、チープな感じがこうオフロード感も演出してたりしますけど、はい、はい、やっぱりただ今回はそうですね、そういうのあんまり出したくなかったんで、はい、ちょっと高級感といかつさがこの辺でもアップしてる、はい、でこの辺のカメラとかもじゃあもちろんカメラももちろん素地パーツツルツルにして、はい、サテンブラックでペイントしてます。で制作過程でお伝えしたのはここを濡れそうだったら塗っちゃうっていう話をしてたんですけど、はい、ちょっとまあディストロニックなんで、そのもし感知しちゃうとこう自動ブレーキが効いちゃうんで、うん、ちょっと危ないんで、今回は、はい、このまま、はい、ちょっと一回塗ってましたけど、はい、予定変更して黒に戻した、はい、バランス的にも黒ですごくかっこいいと思います。そうですね、はいはい、非常にまとまりがある仕上がり、はい、ちょっと純正っぽくもありちょっとこうバンパーのいかさが強調されてる感じですよね。そうですね。であとはこのウインカーのベースなんかも、はい、こちらもアーバンで出してるカーボンパーツです。ドライカーボンで、こちらもクリアペイントして取り付けてます。クリアも高橋さん塗るやつすごいですよね。ぼやっとしてないんですよ。そうです。僕自身ビシッとしてますからね。こう人間性が出てる。そう、人間性が出ちゃうんですね。確かにこうクリアも、まあ、極端な話こう綺麗なやつだったらクリア塗装しないでつけちゃってる場合もあるじゃないですか。はいはい、そうですね。で塗ってもこう研ぎが甘かったりすると、はい、そう下地が特にそう肝で、ですよね、はい、下地をツルツルにこうしてあげないとこうピシャッとは仕上がらないです。これせっかくカーボンの目が揃ってても、はい、なんかこうゆらゆらっと見えちゃったり。そうですね、はいはい、なんでその辺もしっかり。これ何層ぐらい塗ってあるんですか。これ下地がこちらのパーツは結構下地しっかりしてたんで2回ですね。あ、そうなんですか、はい、他のところはじゃあもっと塗ってあるんですか。こちらはちょっともう本当に果てしなく塗ってます。あ、そうなんですか。まあ、4、5回です。4、5回塗ってます。じゃあ、まあ細かいその凹凸だったりだとか。そうですね、穴とか、はい、まあ、極力その平らにするのに、あと吸わなす、ね、埋めていくのにクリアは重ねてます。なるほど。じゃあ、はい、同じカーボンパーツでもかなりこだわって、はいはい、つけてるみたいです、はい、だと横回ってみましょうか、はい、タイヤホイールからいきますか、はい、超高級品、はい、これボッセとのコラボなんですよね。ボッセのコラボです、はいはい、アメリカの単造ホイールメーカーボッセ と、まあと、はい、チューナーアーバンがコラボ、コラボホイール、はい、これでかいっすね。でかいですね、はい、24インチで、こちら UV1 っていうホイールなんですけど、UV1 から2、3、4まであったかな。一番こう角があるデザインをチョイスしました。なるほど。これなぜかっていうと、まあ、エアロもそうなんですけどカクカクしてるんで、はい、角がこう急なんですよね。ワイドスターとか。なるほど。緩やかなラインじゃない、はい、カクカクしてるからまあいかつくも見えるんですけど、そのカクカクしてるラインに合わせてホイールもこう角があるデザインを選んで、あとタイヤもこのベレゼステインってこうちょっと角があるデザインだと思うんですよね。なんでもう全てがこうちょっとこうラインが鋭い感じで、まとまりを出してます。へ、なんかいつもフロント陣、各店フロント陣がこうカスタマイズ提案したのを、はいはい、聞く機会が僕やっぱり多いんですけど、うん、ちょっと高橋さんのなんかちょっとその板金塗装の視点を入れたこのチョイス、はい、なんか新しいなと思いました。あ、はいはいはい、すごくまとまりがある、はい、やっぱりこうラインとか、そうですね、うん、そうですね、まとまりはちょっとこう重要視して、仕上げてあります。色味とラインに関するこの知識経験半端ないですよ。はい、でこうまたこれ根茎部が
行クレープすごいエグいですね。まあスペーサーないんで、なしですもんね、はい、結構チューナー系なんかだとスペーサー入れてこう合わせてるやつもありますけど、あ、はいはいはい、アーバンの場合は、はい、あのスペーサーなしで、スペーサーなしで、はい、でそれだからこそできるこの逆ぞりデザイン、逆ぞりデザインですね、はい、で本当にカクカクしてるんですけど、一つ一つ見ても相当丁寧ですよね、はい、いや丁寧ですよね。で天面がブラッシュドで、側面がポリッシュ、そんな感じになってるんですね。よく見るとダークスモークで仕上げてありますね、これダークスモークの色味とかも、はい、塗装のこう高橋さんから見ても、はい、ちょっと絶妙なところに、そうですね、絶妙なところで、ちょっとこうもうちょっと明るいライトスモークとかもかっこいいかなと思ったんですけど、そのライトスモークだとやっぱりホイールは強調されると思うんですよね。で、まあ、エアロもホイールもこう全てバランスよく強調させたかったんで、はい、ダークスモークで。なるほど、はい、ちょっとそのカーボンとのちょっと色合いも合ってるかなと。そうですよね、はい、いいですね、いいこと言いますいいこと言いますいいこと言いますね、はい、こんな足元になって、はい、これローダウンもしてあるんですか。ローダウンしてます、 IID の、バカ売れ商品ですよね。ローダウンスプリングで、スプリング交換してます、はい、しっかりローダウンで3センチぐらい。なるほど、やっぱここまで来てこう車高がちょっと高いこのクリアランスですよね、うん、がちょっとやっぱり気になると思うんで、そこは落として。なるほど、はい、でこれダウンスプリングもいろいろなメーカー出てるんですけど、はい、ダウン量がちょっと違ったりとか、 はいはいはい、あと結構僕フロント陣と話しさせてもらうというのが、はい、前後のバランスが全然メーカーで違うっていう、はい、あー、はいはい、でメーカーによって基本的にヨーロッパのものって、なんかその基準でちょっとリアが上がってるんですよね、うん、あ、そうなんだ、らしいですよ。へえ。で特にこう IID のやつはその平行にダウンさせるっていうのにすごくこう、はい、重点を置いて作ってるバネなんで、こういうコンプリートカーとか、はいはい、あとヨーロッパの基準から離れちゃいますけど、うん、そのちゃんと水平に落とすっていうのがあるみたいです、うんうん、だから何でもかんでも 30mm ダウンだからどれでもダウンさせていいやってなってくるとゲレンデ仕上がりがだいぶ違ってくるみたいな。あ、そうなんですね、はい、うん、こんな感じになってます、はい、そしてフェンダーも今回ホワイトボディキットですから、はい、しっかり交換されてて、はい、これちょっとまたあの他のチューナー系エアロにない、そうないですよね、これ純正に近いですよね。そのツッチがこの間も説明してくれたけど、その角度もあの純正に近いと思います。あ、そうなんですね、はい、マンスリーとかはもっともっと斜めですよね、はい、なってる感じですよね、うん、ただプレスラインはやっぱりこうカクってなるんですよね、はいはい、純正みたいにこうフェンダーの方まで R がない。そうです、うん、かなりすっきり見える。そう、かぶらないんですかね、うん、そうですよね、うん、そしてまたこのカーボンの端っこが効いてますね。これ効いてますよね、うん、ちょっとアクセントとしてかっこいいです。これいいですね、はい、であとはポイントとしてはこうサイドスカート、サイドスカート、はい、これ他のフルエアロのキットにはない。ないですよね、この下があるのは、あのサイドステップの下にカーボンパーツがつくのは他のメーカーないですよね。ですよね、アーバンだけですよね、うん、こんなのもついてると。これだいぶ違いますね、またサイドのビューが全然違いますね。ちょっと低くも見えますし、うん、低くも見えるし、はい、サイドステップのボリュームもちょっと、うん、すごくゴージャスに見える。でこのステップ黒くしちゃうのが割とボンド各店でも定番ですけど、はい、そうですね、ちょっと今回はエンブレム類もそのまま残して、はい、ちょっと取りすぎちゃったけどヘッドライトもそのまま残してクリアのままで、はい、ここはちょっとあえてこう、うん、ちょっとまあ爽やかにこう残したいっていう、あとまあオーナー様の意向でもあって、はい、今回はそうですね、ブラックアウトはしてな、まあ、ブラックアウトすると、はい、あのゴールなくなっちゃいますもんね。そうですね、もうやるなら全部になっちゃうなんで今回はまあステップなんかはステップも、はい、エンブレムなんかとバランスも合ってて、はい、そうですね、はい、いいんじゃないかな。で、あとはポイントとしてはこの辺も実は塗ってますよね。そうですね、そこも実は塗ってます。これやっぱり全然仕上がり違いますね。全然違いますよね、うん、こうパッドも違うし、やっぱ高級感も増すポイントですよね。確かに、うん、まあグロスじゃないんでそんなにこう目立たないですけど、はい、あとまあボンネットのダクトもこの部分、はい、ツルツルにして、だから本当に詳しい人が見ないとわからない、はい、そうですね、多くの人があれなんか違うなぐらい、なんかじゃそこがいいですよね、はい、そこにお金がかけられるのすごいですよねそう、いや素晴らしいですよね、はい、僕だったらもう真っ先に買うところなんですけど、はい、そうですね、しっかりその辺も手を抜かず、はい、だからそれがこう全体的な完成度に繋がってきてるかな、はい、はい、こんなところ。これでも結構やるの大変ですよね。いや大変ですね、はい、バラして分解して
ツルツルにしてなんで。ですよね、はい、だいたいミラー分解するのがかなり大変ですもんね。そうですね、分解するのが大変です。あの僕もあの車両製作携わらせていただいた S7 で一回分解したんですけど、はいはいはい、もう二度とやらないですもんね。そのぐらい大変という。そうですね、大変。ただまあやった甲斐がかなり、やった甲斐はすごくあるポイントですね。アウターハンドルも、はい、はい、これも全部外してですもんね。全部外して解いてツルツルにして、で今回はキーシリンダーもラッピングじゃなくて全部塗ってます、はい、あ、それ塗りなんですか。あ、全部塗ってます、はい。それどうやって塗るんですか。これもキーシリンダー、あのアウターハンドルをばらしたときにキーシリンダー残るんで、まあ、キーシリンダーとはキーシリンダーで、はい、マジですか。はいはい。そしてあとはそのドアハンドルが、はい、まあ、全部塗ってあって、はい、でそのままリアに行くとリアももうホイール、これ透視ですか。ホイール通しです、はい、リアタイヤもエグいコンケーブのホイールがしっかり装着されていると、はいはい、であとフロントでちょっと取りすぎちゃいましたけど、キャリパーも、はい、キャリパーもコンプリートカーらしく、そうですね、プラッティングシルバー、プラッティングシルバーで塗って、アーバンロゴがしっかり全コートも入っていると、はい、これも塗るの結構大変なんですよね。これ大変です分解して分解して、はい、プラッティングシルバーなんで層が増えるんで、そうなんですか、はい、グロスのブラックでテカテカに塗った後にこのすごい細かいシルバーを塗っていくんですけど、その黒を塗ってちょっと乾燥させて、シルバーを塗っていく。でこの金属感を出しているのがこの下の黒なんですよね。あ、絶妙にこう透けて見える感じなんですか。そうです、はい。なんでこの下の黒もしっかりこう艶出して塗ってあげないとこの金属感が出ないっていう。へー、それちょっとあの本当に視点フロントのちょっと意見と違いますね。あ、本当に、はい、各視点フロントはなんかかっこいいからやってみましたみたいな。そう、まあ、やる側はそう大変なんですよ。塗装職人から言うとかなりその辺もこだわりが詰まってるんですよ、はい、そうですね、はい、でよくあるのがこのちょっとそのシルバーの加減を変えてちょっと濃いめのとか、はい、あ、そうですね、はい、薄めのなんかもはい、まあ、そうですね、各店舗からこうしてくれああしてくれっていう、はい、なるほど。でやっぱりコンプリートがこの辺まで触ってあるとやっぱり全然雰囲気違って、全然違いますよね、はい、はい、でしっかりその辺もやってあると。でリアのフェンダーも同じようにカーボンが出してあって、はい、これちゃんと前後全部一周なんかカーボンが外側つながってるんですね。そうですよね、うん、サイドステップもそうだし、そうそうそう、すごいいいデザインですよね。そうですよね、これかなりデザイン性高いですよね、うん、はい。そしてあとは ABCD ピラーになるんですかね。 D ピラーです、はい。ここも何気に塗ってあるじゃないですか。そうです。でここはちょっとこうあえて、ボディ同色で塗ってます。これ塗ってますってこう簡単に言いますけど、これも外すの結構大変そうな気がするんですけどそうですね。ですよね、はい、両面とクリップなんで。あ、そうですね、そうなんですか、はい。まあ、でもこれ塗るときは交換をおすすめします。あ、再利用もできなくはないですけど、はいはい、交換した方がこれ値段も意外とそんなにしないんで。あ、そうなんですか、はい、今回も交換して、はい、ペイントします。やっぱり外すときのリスクがあります。そうですね、はい、まあ、劣化なんかもある。あと両面も貼り直しになっちゃうんで。あ、新品だったらこう両面がついてくる感じ。両面もついてくるんで、はい、なるほど、そのままつけられます。じゃあこの辺いいなと思った方は参考にしていただけるといいんじゃないでしょうか、はい、そしてあとリア行きましょうか、はい、リアがまず大きな選択肢として背面外す外さない問題があると思うんですよ。あ、そうですね、ありますね、はい、で、はい、今回は外さずに、外さず、はい、このアーバンのカバーをつけて、はい、でこれしかも塗ってますよね。塗ってます。周りのこの周りも金属のステンレスの部分、はい、こちらもボディ同色で、オーナー様がとてもこう白が似合う方で、なんでこの同色はちょっとこういつもより増やしたいなと思って、あ、はい、なるほど。お客様の意向もあった、ありましたけど、はい、とアーバンロゴもボディ同色で。なるほど、はい、ちょっとその主張する感じで、はい、仕上げてあると。でこのカバーも当然ドライのカーボン、ドライカーボンですね、はい、でちゃんとこの辺もなんか造形が、造形がそう複雑なんですよね。これちょっと下処理するの大変だったんですよ指がつっちゃいそうだったんですよ。本当ですか、はい、でここがこううっすらプレスラインというか一段盛り上がありますね、はい、はい、よくよく見るとかなりこだわった、はいはい、造形になってると、はい、そしてあともう一個気になるところとしてはここ塗るじゃないですか、はい、もし万が一こう外す時とかって、はい、やっぱりちょっと相当やる必要はあるんですか。そうですね、相当やっていただきます、まあ、あのボディ側もあの背面カバーも隣り合わせなんでそれもありますけど、あ、はい、まあ、脱着自体は全然問題ないですけど、まあ、そうですね、ちょっと気を使っていただきたいですね。なるほど、はい、じゃあここちょっと塗ってみようかななんていう方は、はい、その辺も承知していただいた方がいいんじゃないかな、はい、あとは本当にエンブレムだったり
ランプなんかは全然触ってないんですか。そうですね、暗くせずに明るいままで、はい、そして取っ手もしっかり塗って、はい、鍵穴も塗ってある。塗ってあります。そしてあとはバンパー、リアバンパー、はい、リアバンパーのデザインもいいっすよね。いいっすよね、アーバン、いやいや、かっこいいっす。ちょっと本当になんか最近こうワイドスターブラバスすごく増えてきて、はい、マンスリーも結構増えてきて、うん、増えてますよね。こう第3曲じゃないけど、はいはい、アーバンがこうすごく人気が盛り上がってきてるので、はい、ちょっとわかります、はいはい。そして細かく見てるとやっぱり前のようにこのダクトの中がカーボンになってて、あ、これリアちゃんと蓋もしてあるんですか。蓋してあります。これ中丸見えになっちゃうんですよね。あ、そうなんですか、はい、どこまでも見えちゃうぐらい。あ、そうなんですか、はい、なので、はい、しっかり蓋はしてあります。なるほど、はい、確かにこう中透けちゃっていい場所と透けちゃダメな、透けちゃうとちょっとこう急に安っぽく見えちゃうのありますよね、はい、ありますね、はい、今回しっかり蓋もしてあって、はい、そしてあとサイドとこっち側がカーボン出してある。カーボンです、はい、こんな感じの仕上がりになっております、はい。そして製作過程1回目でなんかちょっと紹介してますけれども、改めてご紹介させていただくと、もう同新車なんでピカピカなのは当たり前ですけども、このベージュというか白というか、はい、この内装とカーボンインテリアの組み合わせで、はい、なんかちょっと内外装のこう統一感半端ないですね。統一感半端ないですよね。いやいや、すごくいいですよね。これちょっとまたなんか赤とかでもいいですけど、またちょっと雰囲気変わってくるじゃないですか、はい、今回のこの一体感、一体感すごく一体 してますよね。この内装あってこそだなって今回思いました、はいはい。さあ、というわけで今回アーバンコンプリートご紹介させていただいたんですけども、はい、ちょっと本当に途中でも言いましたけど、はい、フロント陣のこう解説とまた違った、はい、本当に塗装職人高橋さんならではの、はい、なんかこう提案とか、はい、パーツチョイス、そうですね、本当各店舗各フロント陣からもやっぱりこう様々なフロントの色が入ったこう指示がに対応して、まあ、色本当にこうたくさんのカスタム車両を作らせていただいてるんで、まあ、そういったノウハウを生かした提案っていうのもできると思ってますんで、はい、まあ、ぜひ、相談していただければなと思います、はい。通常ルートで行くと、はい、あのボンドショップ各店で、はい、ご相談していただいて、はい、ボンドボディに入庫する機会が多いんですけど、はい、まあ、今回みたいに高橋さんに直接、はい、もうこだわりをこう高橋さんにぶつけたいんだっていう方は高橋さん直でお問い合わせいただいても、はい、まあ、すごい車が出来上がるんじゃないかなと、はいはい。というわけでボンドチャンネル、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。